風呂敷からからさんおはようございます。カブくんこんばんは。その教え子を性暴行したのは、そんなに経っていません。ペアだったコクリンさんです。パートナー女性から教え子まで数多く被害に遭い、ワグナーさんも危なかったと告白をしています。教え子、男子は特に問題になり、 フィリアから通報となり自殺をしていますそしてマイク・バーティラさんよろしくお願いします。フロスティカラカラ様、こんばんは、えー。その件覚えていますよ。たった4年前ですね、ご不し、えー、首吊りですね、えー、ひどい話です。まだ17歳だったアシュリーは危うく難を逃れたそうですが、アシュリーとアシュリー・ワグナーのことだったですね。あの先ほど調べてみてきたんですが、あの男性で、うん。 はいちょっとごついい感じの男性でしたねうん、えー、いろんなこうパートナーのと生徒会に対しても、えー、結構被害あの与えていたということで、えー、かなりびっくりしてますで。自殺もしたということなんでちょっとないろいろとびっくりな事件だったなと思いましたね。うん フロスキからから三株くん追加です、えー。ジョン・コフリンさんのことは正式に問題になっていますので、えー、すぐに調べれば調べられると思います、えー。上の人たちには評判がよく、また、アマオさんや安藤さんなど、えー、外国人の方々には絶対に手を出さず、被害がアメリカチームのように発覚がなかなかなかったんです。えー、性依存症で男女関係なく被害に遭っていました。うん、相当だから本当にそういう感じだった、ね。これはあの競技中もそういうことな でもこれは男子にも手を出したっていうことでまああのまあ恥ずかしさからでしょうかね自殺をしてしまったっていうことなんですかねやっぱりこう生きてる生きてることもつらいくらいの性依存症だったということでしょうかねうんあのコフリンさんが亡くなった後にパートナーだったその女性がえ亡くなったのは あれですが」って言って、えー、まあ全てを暴露したみたいな感じもありましたね。うん えー、トゥンネルさん、よろしくお願いします。えー、PCS にと、えー、と絡めて発言をしてしまったのは、えー、冗談で面白いと思ったからではないでしょうか。思うんですが、あのような一芸に引いてた人は、どこが発達障害的なところがあると思うんです。えー、私の父が発達障害なのでよくわかるんですが、えー、周りの人からしたら全く面白くなくて、不快なことを本人は面白いと思って言っちゃうんです。えー、マリニン君もおそらく小さい頃からスケートばかにやっていて、両親もアスリート。 世の中の常識をあんまり教えられなくて、精神的にあんまり育ってないのかなって思いました。えハニ生ルさんはお父さんが学校の先生だし、え世の中の常識をよく分かっているから、そういうことも教えられたのかも。 ま、個人の勝手な想像です確かに、まあ、あの、発達障害の方って、天才的で、あの、一つのことにこだわりがとてもあるんですよね。一方で、えー、社会的な常識な面では、ちょっとあれなんですよね。なので、その可能性もあるんですかね。 うん、で、まあ、PCS 問題ね、うん。まあ、これはちょっといろいろあるかなと思うんですが、まあ、怒られても当然かと思うんですが、ただ、怒られ続けるのとは話は違いますので、まあ、あの、まあ、この後についてはね、ショーとかもありますので、えー、僕は応援をしていきたいと。あんまりね、叩き続けるのよくないなって僕は思いますよね。うん。はい。 アクアマリンさん、よろしくお願いします。モイルフ弟、スウェーデンのアイスタンス、転校はびっくりですよね。ジャンプをすることで腰の力が治らないらしく、アイスタンスは前から興味があったそう。シングルから転校した大ちゃんがワールド11になったことを触発されたよう、欧州戦銀、ワールド4位、フィア・ギブ、イギリスのギブソンも、欧州戦銅のトゥーベル、フィンランドも、シリアになってから転校して成功。 こうしたし、えー、マヨルフもまだ引退はするには早いんで頑張ってほしい。いやーびっくりしましたね。マヨルフっていうと仮面の男やってまして。結構こう。 いわゆるこう男らしい感じの、ね、気迫が伝わるスースターなんですが、最近ジャンプが確かにこう,うまくいってなくて、あのね、ちょっと辛いそうな感じでしたよね。うん。アイスダンスに行くということなんで、もうアイスダンスペア、パートナーは見つかったんですかね。そこら辺もダイエットを組むのかも、かなりこう気になります。うん。僕はアイスダンス、最近興味を持ち始めて見てきたんで、こう、組む前からこう気にしていくっていうのは、すごくいいなって思います。うん。マヨロフこれから 楽しみに見ていいいきたいと思います、えー、力強いこう、ね、気迫のある表情もすごいですので、えー、ダンスなんかもね、リズム、ど,どうなったダンスするのかも注目して見ていきますね。でフィンダーのトゥルベルとかもね、あのすごいですね、えー。結構成功するということなので、えー、注目しますよ。うん えー、絶対的なブサイクさん、よろしくお願いします。えー、ジェイソン・ブラウン好きな人、えー、結構いるけど、ちょっと名前させ、えー、っと笑っちゃす。えー、っす。私、そんなに引っかかれたことないんですよね、えー。男子にはあんまり美しさを求めていないというか、えー、男子には高難度の技,技や力強さを求めています、はい。ということでございますね。まあ、これはね、もうしょうがな、ね、い。そういう意見があるんですね、という感じなんですが。うん、なるほど。 マイク・バーテリラーさんどうもです。えー、カブくんこんばんは。話変わりますが、リクルーが木下グループから一人当たり、えー、現ンナで1400万円の報奨金が出たそうです、えー。木下グループさん太っ腹です、うん。ほっこりする会見の模様が動画で上がっていますので、えー、添付しますね、えー。見られなかったらごめんなさい。えー、3本立てです。2人の中の良さがよくわかります。ありがとうございます。 で、これ3つですね。ちょっと見ていきたいと思います。1400万円の報奨金。うーん。ねあの、でも本当ね、えー、りくりこれから来季は独走してくるんですかね。来季以降は。うん。いや、ほんと。ねえ、っと、まあ、報奨金もそうですけども、彼女たちの活躍がほんとすごいので、うん。まあ、今後も楽しみにしていきますよ。で、これちょっと見ていきますね。うん。 おはりこさんおはようございます。インスタライブはファンに向けてやるんですが、視聴者の中にはそうでもない人もいて、 えー、チャット欄に空気読まない書き込みをしてくる人もいますからね、えー、スルーしてもしても書いてくる、えー、主張している側でもいらつくことはあります応援をしいない。応援をしてもいない人のインスタライブに自分の時間を割いてまで連投する人、何なんだろうっていう、これね、えー、とマリニー君のインスタとか、まあ、いろんな方のインスタとかの,あのライブらしいんですけどもね、うん、これ、こういうので、アゲアスを取る輩がいるんですよね。 うんまあ今回の怒られ怒、マリンさんね、今回いろいろ怒られましたけど、怒られるの怒られるっていうのは愛がなければいけないんですよ。うん あの中には愛がないで、ただ単にバッシングをしたりとか、あの、揚げ足取りで、なんかその、ちょっとでもなんか言ったら、これを餌にして、叩くっていうのありますが、怒られることに愛がなければ、やっぱ、叩かれるべきではないと思うんですよね。うん。なので、こういう輩から、うん。まあ、なんか、あの、でも、とか、試合会場とか、愛称とかでも、なんか、いちいち、こう、お金払ってアンチしに来る人がいるらしいですよね。 うん、まあ、それとまあ似てますが、まあ、中にはそういう輩が混じってるっていうことが非常に残念ですね。うん、アリアシトリなんだなって思いますよね。うん、そういうアリアシアトリっていうのはね、僕はちょっとね、結構あの嫌ですね。うん。 えー、皆様こんばんは。よろしくお願いします。うぬけのもくもくちゃんたちはいつも行かれる場所でのトリミングも、ライオンみたいな時が短めやいろいろなカットがあったような、うん。今回はママさんが先日トリミングの様子をン見されていて、えー、今回は自分でトリミングをされ、すごいな。えー、確かに丸々カット。えー、丸いのは早やかな。それともカットしたらどんどん丸くなっただけかな。わかりませんね。うん そういえば、以前、スイスのアパート、ママさんやエマちゃんと一緒だった頃、えー、テラスの木製のハートマークの型、えー、抜きをされた、えー、空いた隙間から、エマちゃんが首を入れて、外を覗き込み、そのちょっと飛び出した頭がまん丸で、えー、下の庭に植えている。えー 食、食器もあ、植木も、植木も、なぜかまん丸で、同じ形が見た目で、見た目が同して、笑っていたなと、うん、ほっこりしたな、可愛かった。えー、またま、またすぐに毛は伸びるから、次はどうかな。えー、毎回可愛いえー、私も子供の毛の,髪の毛を小さい時に切ったら、だんだん丸くなっていったな、懐かしい。うん、僕も親に髪切ってもらった時に、あの、キノコカットとか、なんかめっちゃ揃ってるんで、 学校で笑われた話が経験がありますのでちょっと髪切ってもらうのはと困りますね。はい。っていうかねあれですねでもやっぱこう切ってちゃう切るとやっぱそんな感じで切った後にまあ決めていくっていう感じなんですかね。うん。 えー、マリンさん、おはようございます。えー、香オちゃんの野球、始球式を見ました、えー。女子が球でノーバウンドで努力、えー、だけでもすごいのに、えー、ストライク見た目だけど、多分始球式の前に球の投げ方を教えてもらうと思うけど、できちゃうんだね。うん、いや、もうそうですね。で、何年か前、あした真央ちゃんと一郎さんがキャッチボールをしていたのを思い出した。えー、真央ちゃん、キャッチボールは初めてって言ってて、一郎さんがちょっと指導したらすぐにできて、一郎さんも驚いていました。えー、香里ちゃん もう真央ちゃんもトップ選手って、マチコ先生はよくよく言う言葉で、持っているものは違うというのよ。えー、シャマ君のこともシリアに上がって、羽生君とトップ2になった頃、えー、すごく練習する子だけど、あのー、そうですね。それじゃあ ここでは、まだな、ここまでにはなれない。やっぱり持っていたんだろうねって。うん。香織ちゃん、もーちゃん、翔馬くんみんな練習量がすごいのは知ってるけど、もともと持ってるものもあるんだなーっていう感じました。いや、それはあると思いますよ。僕ね、あの選手ね、まあ、練習の天才だって言いますけど、もうそれもある、もちろんありますけど、やっぱ やっぱりね、最初の持ってるものがね、あれはもう天性のもんだなって思います。うん。もう練習で身につくものではなくて、あの、あの踊りはね、本当に天才ですね。うん。本当に天才です。あの、本当そう思いますよ。うん。もう あのフィギュアスケートの神様だなって、神様から生まれてきたんじゃないかっていうか思うくらい、本当に本すごいなって思いますね。そういうふうに僕は感じますけどね。 うん、あの逆のまたしかりで例えば内村航平さんがあのこあの、まあ、羽生くんとのコラボの時で、えーまあ、スケート靴を、まあ、あの練習の時とか履いたりしてましたが結構滑れるようになったって話も早く滑れるようになったって話してましたよね。やっぱこう天才的なアスリートとかっていうのはもう何でもこうすぐにこう教えたらできるっていう力があるっていうのはすごいなって思いますよね。うん やっぱりね、宇野選手は天才ですよ。天才。うん。僕はね、そう思いますよ。うん。まあ、世界一生の天才と言ってもいいんじゃないかって感じます。 みや、うん、さ様、ま、こんばんは、え、そういえば昨年かな、えー、松田敦さんがジャ,ンジャパンオープンか NHK 杯かプリンスか忘れましたが、え、選手のシンプルを解説したから、え、普通は良い面を全面的にコメントをしますが、あえて○○をもう少し勉強したらさらに良くなるや、ジャンプはいいけど○○はプロが、えー、見たらまだまだや、えー、もう少しスタミナをつけなくつけないともったいないや、単純なイメージだからもう少しブラッシュアップしてや、愛を込めて解説 説をされなるほどと分かりやすかったな。○○をもう少し頑張らないと、やはり PCS は上がらないから頑張って言われていましたよ。うーんなるほど えー、ちょっとブルーレイを見ながら探したいあるから、時間があるときにでも、えー、なかなかメインテレビにブルーレイにないあり見れなくて、えー、テレビはないあるから、リアルタイムで見るときはいいけどと、というこ、ん、とですね。松田さんの解説はです、ねあの、選手目線で、選手が見たときにあの、その松田さんの解説とともに見,てあ見ればです、ねあの、やっぱり参考になるように、松田さんが話されているのかなって思うんですよ。うん、もちろん あの見る方に向けて分かりやすく解説もしていると思うんですが、選手が見返したときに、えー、勉強になるように話してるっていうところあると思うんですよね。それは非常に僕はすごいと思います。うん、あの僕は住吉リボン選手のところで、えー、以前なんですけど、あのローズをねアイスをでやってましたが、その時に松田さんが、えー、手の使い方でなんかワー,ワーム。 ワークをしっかりやれば、えもっとこう自由にね表現ができるとかあの話していてあ、そういう視点があるのかとか、舞ちゃんのネバーイナフの時は、えー、ツイずるをしながら手を使ってあげれば、もっと世界観が広がるっていう話をたつきさんされてましたので、あそういう見方とか解説ってあるのかと斬新だなと思いながら僕は見ましたね。うん えー、ワイリーさんよろしくお願いします。えー、カムさん、ベルギーのリンク大変ですね、えー。しばらくは陸上練習と遠時かしら、えー。急に思ったんですが、ステファン。 で五輪をめちゃくちゃ、あ、めちゃ重視していませんか、えー、内定を決める全日本で翔馬くんを怪我しているのに、厳しかったのがすごく印象に残っていて、うんえー、五輪はやはり一番大きな大会なんで、みんなが目標にしている。私、翔馬くんも3回目いけると思います。えー、ご本人したいですが、ステファンも3回出場したので、えー、今回ないけど出るんだろうなと想像しています、うん。ステファンそうですね、参加ストレートブレイク。 あれ、長野オリンピックでなかったっけなかったですよね。長野オリンピック、ね、なんか。スルトレイク、えー、っと、トリの、えー、バンクマーか。ですよね。うん。僕も小野選手は3回目出るんじゃないかなと思うんですよね。うーん。そうそう。だからステファンも、まあ、そこに向けて、あれまた来季も一つずつやっていくのかなっていう感じはしますが、あの、な全日本で昭和くんね、怪我をしてるのに厳しかったのは確かに印象残りますよね。うん。まあ、 オリンピックを表彰にしてるのかなそこはちょっとね、ちょっとあの来季以降も気になるところなんですけどね。うん。えー、皆様、もう一度です。で最近私が正面を語ったコメントのハートマーカー、なんと99個ついていたらしく、えー、マスビン様がしっかり教えてくれて、なんと奇跡の99個マーカーあり、さすが、ショーマファンだわと、またこの中には貴重なカブハートを、お一つ、貢献ありがとうと、ありがとうございます。うん。 で、またハートマークは鬼打ちを無心に打ったから、こ本当の奇跡の99個打ちになりました。えー、スピリチュアルが私には、いや、これスピーュアルですよ。確かっていうと、ノショーマ選手って、グランプリファイナルのショートプログラムの時に、99.99 99っていう点数だった気がするんですよ。確か。うん。で、これ、ミヤさん、あれ、ぬくんとあれですよ。あの、シンクロしてますよ。うん。おめでとうございます。 はい、えー。カオリンさん、よろしくお願いします。えー、こんばんは。またまたお邪魔しますね、えー。ワンピース、昨日も予習はあっけなくスイスイスイマに、えー、襲われて、全く進みません。いいのよ、9月まで予習できれば、あまり早く見ると忘れちゃうしと開き直ることにしました。えー、また、鬼滅オンバイスでまたもや、えー、種目を主役にキャスティング予想をしてくださってありがとうございます。私の妄想はますます盛り上がりますよ。 さて、来週はいよいよ、日本の司法である、波乳ゆずると、え、プリンデートが待っている。え、プリンを餌で買うと賞味期限が、うん。え、前日だとなくなる可能性が、え、その辺の見極め合も必要ですね。私もプリンデートするわよ。お仲間に入れてくださいね。え、その前に、ぜひともやりたい。たらことの勝負。箸でついて破ろうか、それともやつだけにしようか、こうですね。え、可愛いいグッズから攻めようか。え、待ってるよ、たらことね、いうことですね。うん。ね 本当にもうたらこのプリンたらこということで、ね、皆さんねね本当にまあ えっと、千秋さん、よろしくお願いします。えー、かぶくん、こんばんは。えー、宮様のコメントを見ていて、あの、スイスにエマちゃん、トロちゃんと言っていた頃を思い出してました。エマちゃん、テラスの穴から顔を出す。その姿も可愛かったけど、えー、湖畔の桟橋をですね、トロちゃんが歩いてみんな湖に落ちそうになった。えー、寸前に、ショウマくんがひょいって持ち上げ、危なかったって言ってた。落ちるってびっくりしたけど、えー、スイスのお城とか、シャンピリーの周りの山々とか、えー、すごく綺麗で、 うん、スケートを楽しんで終わりたいって思ってステファンのところへ行き、今のショマんがいる。すごく上手くなってまだまだアップ、なんだか幸せすぎる。日本にいるといろんな声が聞こえ、そんなすべての雑念から解放されて、摯にスケートに向き合って世界のトップに戻ってきたのよね。ついつい金を。 望んでしまうけど金じゃなくてもいいから今の翔真くんの素敵なスケートを長く見続けていたいしみじみ思ってしまいましたうん。あの宇野選手スイスすごく合ってるっていうことですよねうの選手もスイスに行くっていうことが帰るっていう表現を使ってますのでそれだけやっぱシャンペリーがお家というか 故郷、第2の故郷になっているのかなっていう感じがするんですよ。まあ、個人的には日本にいるよりもスイスにいる方が宇野選手的に、あれですかね、なんかあの気持ちがいい気がしますね。うん え松井さん、よろしくお願いします。株さん、お疲れ様です。うんざりかと思いますが、心配事があります。えー、ジェンダーとか、ゲイと同性とかの人のプラカードを持って、ザ・アイスに来ないかしらと考えます。イリア・マリニンを出すなとか、心なとか、心は心心心配です。せっかく初めてのアイ,アイスショーなのに水をさすなんてと思います。失礼しました。で あのこれはつまりあのレインボー虹のマーク虹の旗を持っていってあえてエリア周マにレニーに皮肉を込めてまあ、ショーとかでアタックをするっていうことがあり得るかっていうことですよね。 あありりる可能性ありますよね僕もそれ、ちょっと今、松井さんのコメントを見て、えー、心配になってきましたあの。怒られるっていうのは、もう昨日、おとといまでしょうがなかったと思うんですが、これ以降についてはもう終わりにしていくべきだなと思っていて、まあ、さっきも上げ足とか言いましたけどあの、上げ足のようにいつまでも言い続けるのは絶対違うと思うんですよ。うん、なので、もうこれはこれ、あれはあれで、そうなったら応援をするとで。そういうことをやるのは良くないかと思うので、えーまあ、できればそういう風にやってほしくないので、そういった方がいたら、 えーまあ、ちょっとやめてほしいなと思いますね。うん、あの叩き続けるのは本当に良くないですからね。うん、だから、まああの、相性、また試合とかも含めて、えーまあ、楽しく、えー、やってほしいなと僕は思いますので、まあ、でもこういうプラカード、つまり虹のレインボーとか皮肉を込めてやっていくっていうのは、うん、あるんですかね。でもちょっと心配になってきましたけどね。うん、はい っていうまあ、怒られるっていうことも愛がなければいけませんからね、うんはい僕はちょっとそういうのがあるのは残念かなと思いますね。うん